広瀬正史です。大だらぼっちは大急ぎで山からツタやカズラのつるを取ってきて土を運ぶどでかい木工を作り始めた。それはそれはどでかい木工じゃった。そして大だらぼっちは木工を担いでどこへやらのっしのっしと出かけていった。おーい大だらぼっちよ、高い山はこしらえてくれんのか。すまん、千年たっておらの恥ずかしがり屋が治ったらこしらえるど。ほほほーん。若者はもう一度大だらぼっちに会いたくなりました。でも大だらぼっちの姿はなく、美しい山々だけが続いていました。とんかつの広瀬、広瀬のとんかつうまいですせ。奥さん食べんと損しますせ。ほんまですせ。君は確かアムロ君と言ったね。いい目をしている。私はランバラル、この基地の司令官だ。よろしくな。いずれ君とは生死をかけて戦う運命となろう。楽しみだ。ついては私の優秀な部下を二人紹介しておこう。いずれも手ごわいぞ。アホの坂田とクレイジーゴッサルを呼べ。アホっちゃいまんねん、パーでんねん。わてはアホとちゃいますせ、パーでんねん。ええか兄ちゃん、わてらをなめたらあかんで。ええかげんにしとわんとドタマかじゃったるぜ。なあゴステルハン、脳が痛い、脳が崩れる。獲物をくれ、このゴステルに獲物をくれ。血の滴るような、身の毛のよだつような獲物をくれ。ああ、脳が痛い。いいか、アムロ、お前が勝ったんではないぞ。そのモビルスーツが勝ったのだ。ガンダムのおかげだということを忘れるな。本当の戦士というものが、本当の戦士というものがどういうものかよく見ておけ。うわー！